久しぶりの恐竜ラブホ。さあ、ここにね、みんなをね、収容しまして、まあ、子供なんかを作ってもらったりしちゃおうかななんて考えてます。さてさてさて、しかし、イケメンだよ、ほんとに。もはや、可愛い通り越して、なんだこのかっこよさっていう。オス3のメス1っていう逆ハーレム状態。君体持つか？大丈夫か？これさすがにメス、あと、せめて1体ぐらい捕まえてこないと、この子の身持たないだろうな。まあまあ、まあ、そんな複数、まあ、何の話してるんだろうね。これはちょっと失礼しました。まあ、それはともかくだな。しかしこの2体がな、白黒でほんとイケメンすぎる。なんだ、アイドルグループとか結成しそうな勢いなんだけど。この子もね、もちろんかっこいいんだよ。けどやっぱな、やっぱこの特にこの白がな、かっこよすぎでしょこれ。まあ、そんなかっこいい君の毛を僕は刈る。僕は刈っていく。えいや、あー取れた、羊毛取れた、羊毛取れた。これマインクラフトみたいにさ、色とか変わったりすんのかな。あー、あ、はい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 、お尻の方からこれ毛なくなっていくんだ。面白いね。おー、ほらほらほら、半分今なくなってるもん、毛。これで乗れたり、あ、これで乗ることもできるんだね、一応ね。はい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 。すげえ、面白い。面白いな。これで毛全部、切れたな。毛、なくなっても、イケメンなのは全然、衰えないな。やはり、イケメンはショートカットだろうが、ロングヘアだろうが、かっこいいということが、世の摂理を垣間見た気がする。イケメンは何をしてもイケメンだということだ。さてと、ちょっと荷物が重すぎるのかな今これだと。あ、重さが30か。あの子たちね、重いのがすごく苦手みたいなんだよね。レベルが一番高い。この子だったらまあさすがに動けるか。この子なら動けるな。ちょっと明るいところ行こうか。明るいところで毛を刈ろう。よいしょっと。えい。いやー、足っぽがね、これだけでも可愛いな。なんか尻尾がぴょこんってして、うんこしてる様丸見えだぜっていう。えい。えい。もうちょい毛なくなってもいいのにな。まあ、ガリガリとまでは言わないからさ、もうちょい毛なくなってもいいんだけどな、これ。マイクラみたいに毛に色がついてたりとかはないみたいだね。これ何に使うんだろうね、羊毛って。よし。とりあえず OK だな。あ、この子も動けなくなった。毛皮をこの子に預けておこう。毛皮というか羊毛だけど。羊毛フェルトとか言ってさ、人形とか作れたりするのかな？よいしょっと。のほほんと羊の毛を刈っていたところ、アップデートが入りました。このアークに。そして新たな恐竜たちが追加されているようなので、探しに来ました。なんかこのね、レッドウッドツリーのね、場所に、いるらしいんだけど、ドイツかな？あれは多分違うと思う。一応見てみるか。どれどれ？ああ、はいはい。バリオニクスね。バリオニクス。バリオニクスさんは前テームした。さてさて、もっとね、虎っぽい感じのやつが、いるはずなんだよな。どこかな？どこかな？探していこう。このステゴのカラーリングいいな。サソリサンタに襲われてるんだが、ちょっと手助けしてあげようか。おら、サソリごときに負ける我がアルタンではあるまいからな。よいしょっと。よしよし、オッケーオッケー。さあ、こいつも倒しとこう。おらおら、オッケーオッケー。あのカラーリング、赤いカラーリングがやっぱかっこいいんだよな。あのいちごシロップを彷彿とさせるよね。いや、あのボス戦は本当に衝撃だったよね。コメントの方でも、もうほんとチート使ってでもいいから復活させてくださいと、もうバックアップ取ってないんですか、カンタさんとね、いろんなコメントをね、いただきましたが、失った命は二度と帰らないということなんですよね。悲しいことに。我々はイチゴシロップの分まで頑張って生き抜いていきましょう。そんなわけで、我々は前を向こう。前を向いて、新たな子たちをね、新しい子たちがね、次世代を担う、繋いでいく子たちがどんどん増えていっているからね。
その子たちに思いを託しやっていきましょうや。さあ、それでどこにいるんだろうな、新しくこのアークの世界に舞い降りた天使たちは。天使というほど優しくはないかもしれないが、でっかい虎みたいなやつがいると思うんだけどな。あれワニだしな、違うしな、いないな。ちょっと待って待って待って、みんなさ、ちょっとあまりの衝撃に ESC キーを押してこの状態しちゃったのに、みんなこれこれ見て、これこれこれなんだろうね。やっぱこれが僕がね、さっき言ってた虎なんじゃないかなと思うんだ。おかしいだろこれは、どう考えても。あれ、名前が表示されてない。ああ、そうだ、こっちで消してたんだったな、 UI を。うん、こいつ新しく表示された子だね、間違いなく。何やってんのこの子。こんにちは。あ、落ちたか、落ちたのかな、どっか行ったぞあいつ。何だったんだ今の。ちょっと面白かったな今のは。今のはちょっと面白かった。あれ、いない、消えたな。忍者みたいなやつだな。これはラプトルだしな。アーク最初期からいた恐竜ラプトルだしな。あれ、いなくなったな。うん、いないな、消えたな。どこに雲隠れしたんだよ、せっかく見つけたのに。わけわかんない体勢でね。いやー、本当にちょっと今のは面白かったな。消えた、消えたな、残念だわ。またいたよあれ、見える、これ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 、見つけた見つけた。あー、これかっこいいじゃん、こうやって見ると。でもあいつどうやってテームするんだろう、飛びかかってくんの。あ、あ、なに、うわぁ、飛びついてきた今、すげえ。なんだあいつ、あ、後ろにいる、かっちょいい、あいつかっちょいいな。うわぁ、すげえ欲しい。ここだと攻撃されるかな、どうだろう。ちょっと降りて、無抵抗設定で、ついてくる設定にしといてと。うひょー、あいつどうだ、あ、隠れちゃったな。こっち来るか、これジャンプしてくるかな、来るんじゃねえぞ、倒れろ、えい。よしよしよし、あの木に登るみたいな感じで岩登ってくんじゃねえかと思ったけど、あ、行っちゃった、追っかけようぜ。あ、折れちゃった、あそこにいるね。あいつ何引っかかってんのかあれ。かわいいとこあるじゃないか。よっと。よしよしよし。この辺だろ、この辺だろ、えい。引っかかれ引っかかれ、そこで引っかかれ。引っかかれ。おら、オッケー。お、もう気絶した。あ、いいね、いいね。これテームできるんじゃないか。いやー、これ20分前ぐらいにね、このアップデート入ったばっかだから速攻テームできちゃうね。確か肉持ってたの君。あ、間違えた、追乗符にしちゃった。 OK です、 OK です。とりあえずね、普通の肉とかプライムミートとかね、あと羊肉は試してないけど、多分羊肉とかでもテームできると思います。よしよし、そんな複雑じゃないテームのやつ、よかったわ。これなら問題なくテームできそうだ。さあ、あとは周りに適正距離がやってこないかどうかね、守護し続けるだけですわ。守り続けるとも。サドルもね、ちゃんと追加されてるね。まだ日本語化の方されてないけど、よし、もう覚えとこう。オッケー、よっと、ラプトルやってきてましたわ。食っとこ食っとこ。一時期ラプトルとかさ、つかめなくなってたと思ったんだけど、またつかめるようになってるね。まあローカルでやってるんで、何でもありっちゃ何でもありだと思うんだけど、特に設定いじってないんだけどな。まあまあ、よしとしておきましょう。よっこいしょーっと。お、テーム完了、オッケー。さあ、
ちょっと君の顔を見せてもらおうかな。こっちおいで、こっちおいで。まっすぐこっちおいで。オッケー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 。あー、虎ですな、虎。虎ですわ。ああ、いいな。しましま模様にしたいな、この子。うん。黄色ベースに黒のしま模様を描いてやりたいな。そういう個体はいないのかな。バシャ。